股かけられたとかね、そんな話はもうしましたね。急に三股かけられた話しないでもらっていいですか？でもなんか最近、はい、最近ひどいんですよ。最近ひどい。最近ひどいですよ。生き別れたお父さんから突然電話かかってきて、はい。生き別れて、私の、生き別れたお父さんが急に電話してきて、はい、もう余命があと2ヶ月だって言われて。はい。はい、あ、本当で、で、うん、見舞いに行ったんですよ。はい、で、そしたら本当にそうで、でも今までのすごい恨みで罪を罪で返すよりも罪を幸せで返してあげようと思って、はい、今までのこと水に流そうと思ったら次の日にあのいくらだったら振り込めるって言われてと思ってそうって言われて、うん、結局最後の最後までそんなんじゃダメだよと思って これ笑っていいんすか大丈夫だけど最後の最後に、はい、なんか成人にしてあげたくって、はい、今病院通ってます。あ、成人って聖なる人ってことですよね、はい、あ、そうです、なんかこう、うんね、改めてなんかすげえ話そうなんですよ。だからなんか元気になってもらいたいなと思います。あ、そうですよね、はい、そうです、そうです。あ、なんかあれですね、うん、もうチェリップのこととかも些細な話ですよね。そうだ、もうね、この話を聞いたらね、長く生きてればだって生き別れたお父さんからいきなり、ね、お金振り込んで、お金余命2ヶ月でお金振り込んでくれって言われるわけですよ。うん、信じられないです、はい、大変ですね。でもね、いやでも本当に、うん、でも、はい、なんか最後本当に、うん、でもね、やっぱりすごいいろいろ苦労させられましたけど、うん、でもやっぱりそれってなんか、うん、じゃあ罪を罪で返すって簡単じゃないですか、はい、だけど、はい、大丈夫だよ、心配ないよって言ってあげるのがなんかいいかなって。恨みをもうチャラにしたわけですね。あ、そうです、もちろんもちろん、そうです、うんうん、だけど振り込みませんでしたけど。お金は別だと思わなちょっとね、うん、はい、そうですね。いきなりすごい話ぶっこんできましたね。小中学生のグループのね、リリッシュの二人見てるかもしれないですよ、だってね。あ、そっかそっか。でもそうそう、なんとなくはあの、うん、リリッシュのお母さんには話をしました。親御さんにはちょっと前振りしてるみたいな。ちょっと待ってください。